日本千葉県印馬郡栄町あじきあじきは、千葉県印馬郡栄町の大座、町長。郵便番号270-1516。北は、茨城県河内町小林町府。北東は須賀、東は、酒敷。南は、印西市、下井。南西は、印西市魚をぼっくい。酒ただ西は、印西市あじきぼっくい。あじきぼっくい神殿。 北西は和田に隣接している。地内に安植台と隣接している。飛び地があり、印在市下井に隣接している。障子は以下の通り。江戸期は安木村であり、下宇佐国羽生群のうち。はじめ旗本、本田史料、後幕府領、元禄十四年から桜半領、京宝八年から淀藩半領。なお、旧高級領では、 幕府寮も見える。村高は、原禄豪町1545国余り、天保豪町、休校給料もに1671国余り。天命6年差出町によれば、単月七76町1単余り、畑78町7単余り、屋敷2町9単余り、新畑屋敷7単余り、他にお林9町部、野地畑15町部、 のじ五十三町八丹余り、百姓三三十四町一丹余り、矢数二百六十、人口千三百一、馬八十四、里倉屋敷、津出城、及び、船戸城三箇所があり高瀬船九、もやいていに、本田囲い包三箇所のほかに、新畑包み囲い、京包み、春ため包み、春ため十四箇所、年久米のほかに、 夫役へ2巻686分、下草、千日差し500分、百姓さん、千日差し2巻185分、川役へ1巻563分、鳥役へ10巻50分、総日差し250分ビタ500分を納入。また、天保13年の納官都政は、七夜、旗子屋、菓子屋、居酒屋など66件。味木菓子は、北浦。 霞ヶ浦からの鮮魚を行徳に向けて陸送する、幼稚にあたり、草菓子よりの鮮魚街道と共に輸送量が多かった。長戸川流域の占い食い屋は、東村百姓などにより、漢文4年に開発され、じき木木木井神殿となり分孫する。また、道川下流域砂岩の野地は、元、大瀬屋と称したが、江戸初期に開発され布釜神殿の一部となる。 明治6年千葉県に所属。同22年下羽生郡に編入。明治6年安路木小学校開校。神社は、和しが丘神社、駒形神社など、寺院は、天台宗聖徳寺、大城寺など。明治22年境村の大技となる。2017年11月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。町立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。